揃って作詞か。計算通りです。この状況、白氷の上を渡るがごとくだな。いけませんね。体制を立て直し、挽回しなければ。どんな戦況でも、私が覆してやろう。頼りにしてますよ。両毛殿、私たちのなすべきことは何でしょう。お前が思うようにやってみろ。両毛殿、主戦部隊に伝令。今こそ場を炎に包み、バカめ、周囲の者も危険にさらすとは。自重なさい。付き合いきれないに。俺は一体何を学んだんだ。浮き足立っているぞ、落ち着け。うん、心を乱されぬようにせねば。どうだい、この先は一緒に行こうじゃないか。よかろう。今は陣容を立て直すのが上策か。私も加勢しましょう。反撃の時を待つのです。私たちが協力すればどんな戦も勝てよう。一人も欠けることなく生還しましょう。はい。お兄ちゃん、ご飯の時間だよ。これまでか。戦う意志を強く持つのです。うんうん、今日はおとなしく待っててくれたね。やっと分かってくれたんだ。ここは36系、この前は、ね、逃げるが勝ちだな。お兄ちゃんを傷つけたこの子が、逃げられるものなら逃げるわ。逃げようとするお兄ちゃんが悪いんだよ。なるほど、あなたの言い分も一理あるな。大丈夫、お兄ちゃんが私から逃げようとしなければ何もひどいことしないから。お心遣い感謝いたします。と言ってもその足じゃ満足に逃げられないと思うけど。この諸葛孔明、足を止めた戦でも遅れは取りません。今日は豪勢に作ってみたよ。綾瀬さんの料理に対抗してみたの。お兄ちゃんに試してもらおうと思って。ご苦労さんなこったね。まずは私の得意な厚焼き卵からね。それがか、一からやり直せ。はい、フォーク。お箸はちょっと危ないからね。脅威、あなたは先の丸いフォークなら凶器にならないし。なるほど、勉強になりました。それに私の手にあるもの分かってるよね。伝国の玉璽か。変なことしたらいくらお兄ちゃんでも容赦しないんだから。その手の内では一大勢力が築かれているか。どうぞ召し上がれ。ほうとう。おいや、あしかね。頼りにしておりますよ。あっしは高みの見物だと。逃げるとは卑怯な。最後まで戦え。あっしはね、荒れた世の中が苦手なのさ。ではあなたを置き去りに。撤退が上策ですね。あっし一人で逃げ惑いって、酷な話だね。では頼みましたよ。仕方ないね。どうお兄ちゃん、うかつに飛び込むか。綾瀬さんの作った卵焼きよりも美味しいでしょ。まずいね。よかった、私の得意料理だもん。まずいわけがないんだけどね。勝つまで挑む。あなたの無作さが怖いですね。それじゃあ次は何里特製オムライスね。このスプーンで召し上がれ。芝居殿、諸葛亮。ふん、私には全く。どうしました、今になって臆したのですか。ふん、それ式で私が。臆病者め。仮にも一軍を率いる将でありながらそのざまですか。腰抜けめ。臆病風がピューピュー吹いてるね。おのれ、いくら策を練っても打って出る勇気がなければ。バカめが。指を加えて見ているがいい。そのスプーン、私とお揃いなんだよ。嬉しいでしょ。いい年をしてよくやるわ。恥ずかしいな。で、綾瀬さんのオムライスと比べてどう。一工夫してやるから前より美味しくなってると思うんだけど。その程度の策、慈悲に等しいものです。美味しい。まずいな。お兄ちゃんの嫌いな人参もこっそり入ってるんだけど全然わからないでしょ。見え見えだ。綾瀬さんから好き嫌いはダメなんて言って無理やり食べさせるんだもの。何考えてるんだか。そうですね、上昇。いえ。じゃあ次はロールキャベツね。よく続くな。黙っていようと思ったが。これも私が研究に研究を重ねて作った最新作なんだから。新兵器か。周遊殿、諸葛亮、私は同人ぞ。
あなたの妻や、周囲様、ガンガン行っちゃおうよ。同棲になりました。何？消去。目立つことは私の本意ではないが、よし、すぐに向かおう。ねえ、これも美味しいでしょ。まずい。だよね。毎日私がお兄ちゃんの料理作ってるんだもの。私は決して諦めはしない。お兄ちゃんに美味しくないなんて言い訳ないもん。嫌なことでもあったのかい。それじゃあ次はこの唐揚げね。両毛だ。うん、この両使命、全力を持ってお相手いたす。両毛殿、危険です。リクソン、俺の治癒、皆の守りのために振るおう。両毛殿、ほら、あ、勝負だ。早く食べないと冷めちゃうよ。我が全てをかけてお相手いたそう。どうしたの？両毛殿、危険です。そんなに首を振ったってダメよ。お兄ちゃんは私の料理を全部食べる義務があるんだから。俺が相手だ。大丈夫、俺までと同じようにはいかんぞ。お兄ちゃんはよく食べる方だから、このくらいの量はペロリだよね。捧げた命だ。ほら、いいから食べてよ。漢方薬をすり込んだ体にいい唐揚げなんだから。今こそモテる湯の全てを持って進むべき時。両毛殿、食べないと綾瀬の匂いが消えないじゃない。このために、お兄ちゃんの体の中には、俺の戦い、綾瀬の作った料理の痕跡が残ってるんだから。両毛殿、危険です。最後まで諦めぬことが最上の策よ。たくさん食べて。綾瀬の作った料理の栄養を全部使い切らなきゃ綺麗になれないよ。両毛殿、危険です。そんなの嫌でしょ。ここで兵に示しがつかん。だから食べて。排水の陣だ、ね、食べてよ。おお、あとへは食べなさいよ。両毛殿、私が食べてって言ってるのよ。先行みんなで、どうして食べないの。倒れるわけにはいかん。両毛殿、これを持って攻め切るぞ。両毛殿、そっか、お兄ちゃん私のこと嫌いなんだ。私はこんなに好きなのに。なるほど、賢明な処置だな。生意気にも持ちこたえたか。攻めの形を取って引く、これも軍略だ。両毛殿、勝機をつかみましたね。私のことが嫌いなお兄ちゃんなんていらない。もう何も食べさせてあげないもん。まずい、裏を書いたつもりが裏の裏で表だったか。未熟ですね。ちょっとはしゃぎすぎたようだね。いかん、立て直さねば。そうやって落ち込むのは悪い癖だ。さあ、前に向かって進め。え、人の言うことなんざ気にしなさんな。そんなことない。趣味の悪い冗談だ。本当に？そうだよね。お兄ちゃんが私のこと嫌いなはずないもんね。時間は十分に稼げたでしょう。一度にたくさん食べようとするから食べきれないだけだよね。それじゃあ、私は残る。今日はこれで最後にするね。あなたは突撃してください。私の自信作、私が守ります。八方斎、揃ってさ。お兄ちゃん好きだったもんね。それとも、綾瀬の作った八方斎。みんな力弱いだけかね。麻雀で勝負して決めろ。私だってうまく作れるの。今こそ、あいつより美味しい。リクソン、お兄ちゃんが喜ぶような料理を。落ち着くのだ。だから、食べてみて。では、下がれ。私が決しよう。諸葛亮。そうか、そうだろう。それで良いのだ。その程度の策が私に通じるとでも。脅威、上昇、この脅迫薬にお任せ。高齢者、なんと。すまないね。さすがだな。三人で同盟とは。利害が一致しただけのことよ。お前さんだけ好き勝手されちゃ悔しいんでね。あなたのその顔、反骨の層が現れていますね。お前さんのそういうところよろしくないね。諸葛亮、この時を待っていた。今度は敵を術中にはめるのだ。さあ行くよ。諸葛亮、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 私たちも諸葛亮にはいきません。諸葛亮、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 諸葛亮。仕方ありませんね。今は乗りましょう。よし、さすがですね。それで良いのだ。おいしい？これは想像以上に険しいですね。よかった、お兄ちゃんがおいしいって言ってくれるのが一番嬉しいよ。
それで、綾瀬郎とどっちが推し？それを当ててみるのも、一つの勉強ですよ。大丈夫、怒ったりしないって、正直なお兄ちゃんの感想が聞きたいだけ。悔しいけど、綾瀬の八方斎は、私だって美味しいと思ってたもん。やむを得ませんね。脅威。脅威。脅威。後のことは、あなたに託します。上昇！これは、頼みましたよ。上昇！どうしてしまわれたのですか？上昇！お兄ちゃん。今は飛球存亡の時、引き下がっていただこうか。バカめ！雑魚め！愚か者め！そう。綾瀬の方が美味しいんだ。しまった。責任は取るんだろうね。皆を巻き添えにする気ですか？好きがなかったと諦めよ。貴様は。もういい。最初からこうすればよかったんだ。落ち着け。意を振るうか。悪い癖だぞ。こうすればもう誰にも邪魔されないんだ。援軍は来ませんか？お待たせしました。陸白玄、参ります。陸村、お前の力を見せてくれ。はい。炎は最後に激しく燃えるもの。行きますよ。まずい。うるさい奴が前に出てきたか。家計の準備は整いました。たちまち火の海に包まれますよ。こりゃいけないね。ああ、もはやこの数勢には抗えませんか。ずっと不穏な気配は感じていたが、一緒に、手加減は無用です。行きますよ。お兄ちゃん！やらせすぎたか。力任せに攻めくる万人ほど扱いにくいものはないわ。ますます赤く燃え盛ってきました。このままでは。ここまでやっては皆さん燃え尽きてしまうでしょうか。己、我が策、あと一歩でなったというのに。勝利は目前ですが、ここはさらに攻めます。上昇、危ない。攻めの手は緩めませんよ。リクソン、ここはお前が支えるのだ。やりましたね、リク白玄。この戦を制させていただきました。おや、皆さん、私だけですか？